JDC ジャパンドリフトチャンピオンズ。腕で勝負のイコールコンディションとなりやすい大会を目指して設立された JDC。 年々ハイパワー化して制作コストが高騰する参戦マシン、そしてそれに伴い参戦コストも上昇しているドリフト競技シーンにおいてのアンチテーゼとなるべく、車種タイヤを制限したクラスが設けられています。 JDC では 86&BRZ ワンメイククラス、タイヤワンメイククラス、制限なしのアンリミテッドクラスの3つのクラスが用意されています。まずは 86BRZ ユーザーを対象としたワンメイククラス、車種限定に加えタイヤ銘柄とサイズを制限することで、腕で勝負をコンセプトにした新しいドリフト競技です。参加可能な車種は ZN8、ZN6、ZD8、ZC6 の4車種。新車時に搭載されたエンジンのみで参加できます。また、既存の国産メーカーが発売している下級機キットのみ装着可能となります。フロントタイヤは銘柄、サイズともに自由。リアタイヤはドリフトスター86ヒーロー、サイズは215-45-17が装着義務となります。また参加者は特別価格で購入が可能です。2つ目のクラスはタイヤワンメイククラス、車種とフロントタイヤは自由、リアタイヤのみドリフトスター235-40-17か235-40-18の装着義務があります。このクラスも参加者は特別価格での購入が可能です。最後はアンリミテッドクラス、車種、改造内容、タイヤ銘柄、サイズ、すべて自由となっています。唯一追走によって勝敗が決まるクラスになります。アンリミテッドクラスについてはサーキットによって開催されない場合がありますので、ホームページのチェックをお願いします。2024年の JDC は来年からの本格始動に向けたプレシーズンマッチ、全3戦でシリーズを争い、来シーズンは今シーズンの実績をもとにクラス分けや規則を再考し、年6戦程度となる予定です。それではラウンド1、鈴鹿ツインの審査を説明します。コースはドリフト D コースを使用します。スタートは第一ヘアピンを抜けたところから、フィニッシュは最終コーナーを抜けたところに設定。セクターはセクター1、セクター2、セクター3、セクター4と分かれており、ゾーンはゾーン1、ゾーン2、ゾーン3、それぞれのゾーン通過箇所によりポイントが加算されます。といってもドリフト競技、単純に得点の高いポイントを通るだけではなく、振り出しの速さや角度も大きな審査ポイントとなります。